EVE301 系電車は東日本旅客鉄道の一般型直流用蓄電池駆動電車である。愛称はアカムであるが、これは蓄電池を意味するアキュムレーターから取られている。この電車は屋根上に終電装置を持つ VVVF インバータ制御の電車に走行用のリチウムイオン電池を搭載し、架線のない区間でのモーターによる走行を可能にした。 営業用蓄電池駆動電車である。車体は、総合車両製作所が開発した、次世代ステンレス車両、スースティナを採用したステンレス製である。同社のブランド名、スースティナを採用した車両としては、東急東横線5050 50系、サハ5576号に続く2例目となる。前頭部は、非貫通構造で前面窓上部には、 全部標識灯と三色 LED 式の行き先表示装置を装備する。運転室は事故などの衝突時における乗務員の保護を図るため、全面部の構造を強化し、運転室背面には救出口を設けており、ワンマン運転を行うため、運賃箱、室内確認ミラー、ワンマン操作機、ワンマン設定機を設置している。側面は両開き三扉で、 一部の扉の横にドア、扱い表示器と上部に三色 LED 式の行き先表示装置が装備されている。また、非電角間と電角間の両方のホームの高さに対応できるように、車両の床面高さを 1130mm に設定して段差の低減を図っている。形式は、宇都宮方の先頭車が EVE300 系、カラス山型の先頭車は、 EVE301 型となっており、二両編成で運転される。両形式とも制御電動車で、いずれも後くらい側の台車に主電動機を2機装備している。EVE301 型には、終電、充電兼用のシングルアーム式のパンタグラフ2機を搭載し、大きな終電電流による急速充電に対応するため、パンタグラフのスリータを強化している。相性の アカムは、蓄電池を表す英語、アキュムレータから取られている。また、形式の EV は、エネルギーストレージビヒクルの略である。2015年5月21日には、非電化路線の新たな動力方式を具現化する、車両として、鉄道ともの会の2015年、ローレル賞を受賞した。客室内装は、e、E233 系電車と同様に、 ユニバーサルデザインの採用とバリアフリーの向上が図られ、室内照明は LED か座席はオールロングシートとなっている。側扉の脇には整理券発光機や側扉開閉ボタンを装備し、連結面側車端部には車椅子の設置スペースを備える。また、乗務員室側には列車の行き先を表示する2つのモニタ装置を連結面そば目部には 車両の主回路を流れる電気の流れや蓄電池の充電状況を表示する車内情報装置を取り付けている。トイレ設備は設置されていない。両形式とも後くらい左側に機器室を設けたため、当該部分には側窓がない。主回路の見取り塚線からの直流 1500V を DC、DC コンバータ装置で6 3 0トに高圧した上で、その後、 VVVF インバータで参照交流に変換して交流誘導電動機を制御する。DC-DC DC コンバータ装置と VVVF インバータ装置は三菱電機一体系の電力変換装置を構成する。DC-DC DC コンバータ装置と VVVF インバータ装置の間には5台を一群として各社の床下に搭載する主回路用。 リチウムイオン蓄電池と容量100区場の補助電源装置の静止系インバータが接続される。非電化区間ではこの蓄電池を電源として走行する。編成あたりの蓄電池は10台、蓄電池容量は 190.1kWh である。工述する駅の地上充電設備で行われる急速充電では合体河川を使用することにより通常の河川よりも 大きな電流により充電が行われる。通常の河川とは、終電電流の制限値が異なるため、地上から送信される地点情報を受信して、車両自体が在線している場所の河川状態を自動的に認識する河川認識装置を搭載している。認識装置は、急速充電中のパンタグラフの上昇加工の制限と軌道防止。 非電化区間でのパンタグラフ上昇の防止と上昇のままの侵入防止、河川の条件に合わせた終電電流値の制御を行う。また、リチウムイオン蓄電池は安全を確保するため、専用の蓄電池箱に収められ、完全に隔離された状態で床下に搭載され、蓄電池の重放電池の温度上昇や、流地時での蓄電池箱内の蓄電池間の温度差の低減が図られている。 乗務員室の助手側には、主回路用蓄電池の入り切れスイッチのほか、前述した急速充電に関連するスイッチが配置されている。電閣間では、パンタグラフより得た架線からの電気を、VVVF インバータ装置に送り、主電動機を駆動させるが、蓄電池の充電率が低い場合には、架線からの電気により蓄電池への充電を行う。また、打行時や駅での停車時でも、 充電率が低い場合は、充電が続けられる。一方、非電化区間では、パンタグラフを降下させて、充電された蓄電池から供給される電気を、VVVF インバータ制御装置に送り、主電動機を駆動する。終着駅到着後はパンタグラフを上昇させ、駅に設置された、地上充電設備の合体化線より、直流線 500V を給電し、 電力変換装置を介して蓄電池に急速充電する。充電完了後はパンタグラフを降下させ、再び充電された蓄電池を電源として走行する。なお、回生ブレーキ作動時に、主電動機から発生した電力は、VVVF インバータ制御装置により、直流 630V に変換され、非電化区間においては蓄電池の充電に用いられる。また、 電化区間においては、非電化区間と同様に発生した電力を用いて、蓄電池の充電を行うほか、余剰な回生電力を DC、DC コンバータ装置によって直流線5 0 0ボルトに昇圧し、パンタグラフを介して河川へ変換する。補助電源装置の静止系インバータと電動空気圧縮機を EVE300 型に搭載し、補助電源装置は電化区間では、 河川からの電気で、非電化区間では蓄電池からの電気で稼働することで、空調や照明などの電源を供給している。台車は、軽量ボルスタレス台車を採用し、動力台車が DT79 系、付随台車が TR255D 型となっている。軸箱指示装置は、軸量式を採用している。搭載されている蓄電池の容量が、 カラス山線の線区の長さに適合しているため、2014年3月15日のダイヤ改正より小山車両センターに配置された量産先行車1編成が、宇都宮線、宇都宮、放射区時間とカラス山線で運用を開始した。運用は、宇都宮カラス山間に往復と放射区時、カラス山間1往復で行われ、運行時刻は JR 時刻表等で表示されている。 列車番号で確認が可能であった。2017年2月に3編成が増備され、2017年3月4日のダイヤ改正より、カラス山線系統のキハ40系機動車をすべて置き換えた。宇都宮、放射時間では走行中において、放射寺カラス山間では、放射寺駅停車中とカラス山駅停車中において、それぞれ充電する。 カラス山線での運用最高速度は、機動車と同じく時速 65km である。ありがとうございます。